はい、皆様どうも、音声のたまさんです。かずまです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、愛知県にある小浜公園というところに来ています。こちらはですね、公園の横に墓地が隣接されていて、その公園で子供の幽霊を見たよみたいな噂がありますので、探索の方行ってみたいと思います。住宅街です。はい、じゃあ行く前の塩分摂取ですね。いただきます。汗ベタベタになりますからね。あのね、虫とかいるしね。やっぱ。はい、じゃあ行く前の握力ですね。頑張ります。よっこらせ。59点。おお、まずまずまず。これは下がるよ。湿度がすごいのよ。体力持ってかれますからね。頑張りましょう。行きましょう。はい。なんか面白いタイプの公園だね。街の目の前というか街中なんですけどね。街灯もまああるし。なんか神社の境内っぽい感じ。そうですね。そんな感じしますね。あ、あれ街灯っていうか家かと思ったらトイレか。あ。なるほど。何からも襲われました。あ、蜘蛛の巣？すごい勢いだね。あ、そんなに大きい公園じゃないんだ。そうですね、小さい公園だっていう風に。あのトイレえぐいぞ。いや、あれなんか割れてねえか。ちょっと後で少しだけ見に行こうか。結構荒れてますね。そうね、多分結構放置されてるよね。なんかあの夜泣き石の感じが。ああ、この公園のどっかにこう、昔は子供が埋葬されてますみたいな看板があったってことらしいんですけどね。でも俺は結構周囲回って一応軽く車で見たけど、お墓なかったことです。そうっすね、そういう声はないですよね。めっさ落書きされてんだけど。うわぁ、藤棚だったけど、木も何ももうないな。そうだね、とりあえず虫が多い。そうっすね、すごい虫です。遊具が、あの、そう、公園っていう割にはあれしかない。運転か。あと、ここは砂場だったんだろうな。砂場だった。なんか面影はある。あっこになんかあったんじゃない。あ、本当だ、なんか四角く、しか看板だな。いや、でもなんか、あ、看板だけだな。ここまでがこれ公園のエリアなのかわかんないな。わからんね。奥の林もそのまま、あ、なんか入ってきちゃいそうですね。なんかありそうだよね。ありますね。あ、窓が割れてんだ。そう、ガラスががっつり割れてるんですよ。電気ちゃんと来てるんですけど。なかなかエグいね。怖いっすよこれ。なんかすごい不思議な感じですね。なんか、なんだろう、街中の公園のはずなんですけど ね、すごいなんか山奥みたいな時と同じ感じなんだけど。ええ、パンプス1本だけ。いやいやいや、奥もめっちゃ広いっすね、これ。広いけど、これもうこれがあるってことは公園の敷地外なんです。ああ、そういうことか。この辺とかに看板立ってたのかな。わからん。でもお墓かなんかがあるんでしょ、近くらしいんですけどね。それっぽいのは何にもないですね。何にもないの。これ
俺どうすればいいの公園側行ってちょっと一人検証してみましょうか。トイレの中でやります？絶対嫌トイレの中でやるって言ったら全然お前がやることも。いやいやいや、もう僕はあのお腹いっぱいなんで。それ言ったことの言葉の責任は取らんあのほらよく言うじゃないですか、人にやらせる分にはいいっていう。いやでもマジでお墓なくない？そうっすよね、なんでそんな看板があったのかっていうのがよくわかんないっすよね。全くわからんね。はい、お分かりいただけただろうか。いやでもマジでお墓なくない？そうっすよね、なんで。いやでもマジでお墓なくない？そうっすよね、なんで。ここ謎が多すぎるですね。なんていうかこうすごい変な空気っていうわけではないんですけど、うん、なんか説明ができない、あの心霊的な怖さより謎って感じ。まあ、せっかくなんでこの東屋のところでやろうか。そうですね、ちょっと準備しましょうか、うん、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。はい、はい、それじゃあですね、準備できましたので一人検証していきたいと思います。でいつも通りですね、ちょっとスピードを使っていきたいと思いますね。すごいね、ここ虫が多いんですよ。こんばんは、よければ少しお話できませんでしょうか。ラジオっぽいな今の。ここはお子さんの霊が出るという噂なんですけども、お近くにはいないでしょうか。ちょっとねここ住宅街なんで少しトーンを下げながら喋りますね。なんだろう、ちょっと何を言ったか分かりづらいですね。少しスピード落としましょうか。今お近くにはいらっしゃいませんか。ちょっと反…なんだろう、ラジオとラジオじゃない感じの、本当に狭間みたいな喋り方。今日はスペインパラノーマル使ってみますね。少しスピボはですね、音が声が割れてるって感じ。音が割れてるわけじゃないんですけど、ちょっとなんか叫んでください、なんか叫んでるような感じだったんだ、スピボも。街が近いからかな。なんか人、うん、人、女性の声っぽいのが聞こえたんだけど。いやでもマジでお墓なくない？そうっすよね、なんで。多分歩いてるのかなちょっとなんとも言えないですね。ちょっと逆回りしてみますね。なんだろう、すごいなんてことない公園のはずなのに、なんかすげえ不安になるんだけど、ここラ
ークモードに切り替える。ダークモードです。今めちゃくちゃ笑ってませんでした。しかもこっちでこう今ハンドが強い時に喋ったんで、今のはちょっとガチっぽい。ここの下の丸い赤い丸がですね、こういう風になると感度が高い感じですね。こうまでって。またもう一回言った。まで待てってことですか。ちょっとスピリットボックスがごめんなさい、聞き取りづらいんで、もう少し分かりやすく喋っていただけるとありがたいですよ。なんかすごい、ちょっと一人だけ、何人かで喋ってて、一人だけすごく声が大きいんですよ。少し。恐怖。ちょっと連続で喋り出すわ。ゴースト。ゴースト。この辺にいらっしゃ、所在地。なんか同時に喋るの嫌だな。ちょっと一旦スピード止めます。恐怖、ゴースト、所在地っていうことで言われてたんですけども、この近くにいらっしゃるということですか。よかったらお話できませんか。ちょっとね、うん、ここすごい不安になるわ。なんだろう、なんてことない公園のはずなんだけど、ここに来た時からちょっとずっと話してると思うんですけど、すごく違和感のある場所で。水平線。水平線。なんかね、説明がしようがないんだけど、なんか本当に公園じゃないんですよ、この違和感が。なんだろうな、すごい説明ができん、難しいよこれ。肌感でしかちょっとわからないというか。ではですね、もう間もなく終了いたします。最後に少し何か理解ができることをお話しいただけないでしょうか。いろいろちょっと言葉つなげるとなんか意味ありそうですよね、これ。すごい反応するんだけど、ちょっとごめんなさい。もう間もなくお時間になっちゃいます。何かもう少し分かりやすくお話しいただけないでしょうか。ごめんなさい、ちょっと僕がですねだいぶ不安になってて、だいぶですね、頭が回ってないです。正確な、なんかいろいろつながりそうなんだけど、ちょっと難しそうですね。すいません、ご協力ありがとうございました。では切ります。はい、ではですね、そろそろお時間となってしまいますので、一人検証の方は終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。そしたどうでしたか。かゆかった。めちゃくちゃ刺されたよ。探索中からもうずっとまとわりついてましたからね。やばかったね。なんかね、別に怖い公園ではなかったよ。はい。怖いっていう風なところではなくて、まあ住宅街にある本当にポツンとした公園なんだけど、滞在中ずっと不安になって、ほうあのね、もう早く帰りたかった。スピードも聞こえてるけど、なんか、すごいなんか言葉になってない感じ。で、まあ、ちょっと今日はゴーストチューブじゃなくてスペインパラノーマル使ったんだけど、何個かいろいろ喋ってて、それをなんかつなげると連想できそうな何かに一つ。なるほどなるほど。っていう感じの場所だったから、へ、なんだろうね、怖くはないんだけど不安になる。まあちょっと変な公園でしたからね。変なとこだったね。あとはまあね、住宅街なんで、もし探索に来られるとしてもね、静かにやりましょう。そうですね。ちょっと一人検証中、僕もちょっと声を落としてたので、
もしかしたら聞きづらいかもしれないけど、まあ、あの静かにやってもらえるといいかなと思いますんで、よろしくお願いします。俺が飲みたかったザバスなかなかね、それ見ないんですよね、このタイプ飲みやすいのよね。そうなんですよね、もうちょっといっぱいあるといいんですけど、ストローゴキュンじゃなくてゴボゴボっていけるからいただきます。グレープフルーツ、あ、ヨーグルト兼グレープフルーツなんだ。入っちゃ締めの握力ですね。痒くて力が入りませんそいや、それをパワーに変えていただくしか、うん、なんだ、52.2 そのがっつり下がってます痒いもん。とりあえずウナクール持ってこい。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたら、コメント欄の方にお願いします。やっぱり蚊取り線香は最強だなと思ったあなたは、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またね。